こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。スターフォースポケット始めていきましょう。お、ロギンボーナスは完全に溜まりきった。リアガチャ引きます。金谷桜、農園で収穫します。これで40万枚いきましたね。さてと、前回の成績、そうだ、前回 WBC 出たんだけど、残念ながら4着に敗れ去ったんだ。なんでまた G1 からスタートなんだけど、しばらくはちょっと大きいとこ出るのは厳しいかなと思いまして、キングジョージ行ってみたいと思います。2400がね、一番この馬合うと思うんで、とりあえず大敗すると能力が落ちるゲームなんで様子見ですね。おっと、違う、競走馬じゃなくて、くじを引いてみよう。いきなりラッキー来たね。高級マンゴー。そろそろ強い調教はせず、調子を上げていくことに傾いていきましょう。ちょっと調子落ちてるな。やっぱり絶好調、この濃いオレンジの状態出さなきゃいけないですからね。黄色はちょっと、ちなみに今のベスト体重はやっぱり434キロなのかな。なんかいろいろありますね。6キロか。状態はいい状態です。よし、ベストな体重、調子も絶好調というわけで、
キングジョージに臨みたいと思います。ロンシャー祭りっていうイベントをやってますね。 1.6 倍、いい人気になってきましたよね。ズード、エルハーブが2番人気か。ホワイトマズル、この辺も買っときましょう。キングスシアター、4番人気なんだろう。アップルツリーか。調子は悪いみたいですけどね。1枠1番59キロですが、まあ確実に行きたいですね。さあ、アスコット競馬場、キングジョージ6世&クリーンエイザベスステークスでいいのかな、スペシャルストライクサタデー。さあ、ゲートが感じ、あんまりいいスタートはなかったけど、大出遅れではないですね。さあ、積極的です。まあ、五分とは言わないけれども、やや遅れぐらいでスタート切れたらいいですね。ちょっと一段っていう感じです。縦長ではあるんですが、エルハーブがちょっと大きく離れてボツンですね。4番手か。そうですね、このコースこう急角度なんですね。昔は阪神もそれに近かったけど、おにぎりコース、うちらちを通ってなかなかいい流れですね。ボブズリターン楽に逃げてる気がするな。あと何百円と何役切ったか。さあ、直線入った、上り坂だぞ。なったっけ。なんかボブズリターンが楽に逃げてるし、全然伸びないや。どうだろう、なんかとりえ捉えきれない感じ。差が詰まってきたが、かわせるのか、かわせない。うそー。250枚、和風席です。はい、というわけで、2着でしたね。
もうちょっと頑張れようかなと思ったんですが、まあ次行きたいです。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。